どうも皆さん、おじゃす。ってことでね、今回も、ブレワイのバグをご紹介するんですけども、今回紹介するバグがね、マジでやばいんですよ。はい。どんぐらいやばいかっつうと、人類は、ゼロの概念を、見つけましたと。それと同じぐらいやばいです。はい。で、タイトルにもある通りなんですけども、コログの実増殖ってことでね、今までいろんな増殖方法あったんですけども、どれもちょっと手間がかかったり、ちょっと難しい技術が必要だったりするんですけども、今回紹介するやつはすごいもう簡単に、多分誰でもできるような感じの難易度なんで、これはね、ちょっと紹介していこうかなと思いますと。じゃあね、早速解説の方やっていきましょう。レッツゴー。で、まず最初に、皆さんに用意してもらいたいものがありまして、まず、このバグですね。いつもおなじみ、やぶさめホバーというバグなんですけども、知らない方はね、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらの方、ご参照ください。で、このバグを取りまして、で、今ここヤ・ナーガの祠の近くのこのコログルがいる木に来てますね。この木を使って、コログの実を増殖しますと。はい。で、肝心のその増殖方法なんですけども、まず、登りましょう。はい。こう登りまして、で、こうやって光るんですけども、こう光るギリギリ、上までこうジャンプして、で、落ちるんですけども、そのまま垂直に。落ちるんですけども、この終わり際、この調べるってボタンが出る終わり際に A ボタンを押すと、なんと、これだけで増殖可能っていうことですね。はい。で、ちょっとやってみますね。はい、成功しました。これね、これ1個目なんですけども、はい、なんとコログも何も出現せず、どっかの誰か、知らねえ誰かがコログの実をこう与えてくれると、そういう感じですね。はい、これで、こんなちょっと変なカットが入るんですけども、これで成功と。じゃあもう一回ちょっと見てみますか。もう一回見てみますと、なんと、はい、こんな感じで調べると出てくるんですね。はい。これ、しかも、これセーブしますね。はい、セーブしました。で、セーブして、こうやって何度もやれば、例えこうやって、例えばね、ちょっと待ってください。こう調べて、出てきたと。これが普通なんですけども、これ出てちゃったよーって時でも、こうやって、ロードしてみますね。さっきのデータ。で、すると、さっきの2個目はなく、1個目のままと。で、さっきの木の方に行ってみましょう。すると、はい、こんな感じで復活します。はい。なので、これ増殖に成功したら、その都度ね、こうやってセーブして、やり直すということもできるんで、実質、無限増殖可能と。はい。時間は少しかかってはしまうんですけども、簡単にね、お手軽にこうできるという感じで、これはかなりね、面白いバグが見つかったなと思います。はい。で、簡単とは言ったんですけども、中にはね、やっぱ難しくてできないっていう人もいると思います。そういう人のために、自分がね、ちょっと安定方法をね、見つけたんで、そちらの方をご紹介していきたいなと思います。自分なりなんで、あんまりこう参考になるかわかんないですけども、こういうのもあるんだな程度に、聞いてくれたなと思います。はい。じゃあまずですね、こうリンクを光ってる光がね、光ってる方向に向けて、こう木を背にして、ジャンプしますと。で、木の枝にこうリンクを乗せます。ここが一番重要なんですけども、こんな感じですね。はい。こんな感じになりましたら、ZL 注目したまま、こう光の方向に向けてリンクを落として、いいタイミングで A で調べるという感じですね。それじゃあ行きます。はい、こんな感じで成功しました。これの何がいいかって言いますと、先ほど最初に見せたやつは、何かとね、タイミングが取りづらいというのがあるんですけども、こうやって木の上に乗れば、その落下のタイミングが測りやすいので、こっちの方がね、やりやすいのかなと思います。はい、2回目成功ということでね、こんな感じでね、ちょっと集めていきますわ。はい。
す。はい、3回目成功。これすごくないですか、これ。マジで。まあこれ自分なりなんでね、まあ多分向き不向きって人によってあると思うんですけども、まあ自分はこうタイミングをね、取りやすいかなと思ってこの方法を採用してます。オーマイガー。はい、以上がコログの実の増殖だったんですけども、まあ、正直この増殖だけで、まあ、900個集めるのはなかなか難しいかと、思います。ただまあね、まあ、このコログの実をね、この999という、てか、まあ、それ以上があるかもしれないですけども、まあね、限界まで、集めるっていうのはなかなかロマンがあるもんなんで、まあね、根気がある人は、よければね、試していただけたらなと思います。はい、そんな感じで、皆さん、お疲れ様でした。また次の動画まで、バイバイ。